ポイントをご覧の皆さん、こんにちは。プロテニスプレーヤーの澤柳理子です。今回は丁寧にコントロールするボレーと強打するボレーの2つを紹介します。ボレーはやみこもに打つのではなく、コントロールしてつなぐボレーと強打して決めるボレーを使い分けるのが大切です。丁寧にコントロールするためのコツや、しっかり打って決めるためのコツを解説します。まずは腰から肩の高さで打てるミドルボレーです。この高さのボレーは無理に強打せずに丁寧にコントロールして打ちます。ボレーで一番大切なのはフットワークです。ボレーの時はしっかり足を2歩使いましょう。少し映像では分かりにくいですが、フォアボレーなら右足、左足、バックボレーなら左足、右足。まずは1歩目でボールに近づいて、2歩目で打っていくことで腕の振りではなく体全体でボレーできます。ボレーのグリップはコンチネンタルグリップです。ボレーはスライス回転ですが、打つときに上から振り下ろす意識を持ちすぎるとネットミスをしやすくなるので、レベルスイングで打っていくイメージです。スピードは遅くてもいいので、コースをしっかり狙って丁寧に打っていくようにしましょう。次はチャンスボールをボレーで強打する打ち方です。相手のボールが肩より上の高さに浮いてきた時にボレーで強打するチャンス。厳しいコースを狙ったり相手の逆を突こうとするよりも、まずはオープンコートに打つのが基本です。強打するときは長く打つよりも短い方が効果的。短く打てばボールに角度がつきやすい。そして相手からの時間も奪えます。ボレーで強打するとき大切なのはフットワークです。特にバックボレーはフォアボレーに比べて力が入りにくいので、一歩で打ちに行かずに大きく2歩使って打つことで、足の動きと手の動きが連動し、足からのパワーを使って強いボールを打てます。ボレーで強打する時のスイングは、上から叩く意識を持ちやすく、ラケットヘッドがぶれやすいので、しっかりと足を使い振りすぎないように意識しましょう。今回はミドルボレーとボレーの強打を紹介しました。私はジュニア時代ボレーは下手でしたが、試合で、ジュニアの頃から相手を追い込んで最後に仕留めるというプレーにつなげていました。それはすごく自分にとってすごく楽しくて、何度も何度もミスしてもトライしていたのを覚えています。試合になるとミスが怖くてなかなかネットに出られないという方がたくさんいるかとは思いますが、ネットに出る回数を増やしていくとボレーの上達への近道だと思います。皆さんどんどんトライしていきましょう。